あ、聞いていただけましたか？実は今日歌ってみたの投稿をしたんですけれども、聞いてくれましたか？ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。めっちゃよかった、本当。よかった。これ歌いたいって思ってもうすぐ声かけてメンバー集めて歌詞バーって打って歌詞割りをこうしてこうしてこうしてつっていろいろやってました。準備してました。で今回はね、音楽関係のスタッフさんに手伝ってもらって収録しました。歌詞割り良かった、本当良かった。ちょっとね、本家さんに比べてね、人数を少なくしてるから、ここはこの子に歌ってもらったら絶対に合うなとかいろいろ考えながら、僕も僕で僕がここ歌ったらいい感じにみんな喜んでくれるかなとか思いつつ歌詞割りやりました。歌う5人みんながね、それぞれね、うわめっちゃいいってなる歌詞割りにしたつもりではいる。めっちゃ楽しかった。メンバーはどんな感じで選んだ？進めたのがだいぶ前なんよ。数ヶ月前に進めたんだけど、まず誰に声かけたかな？なずちゃんだ。最初なずちゃんに声かけました。この曲可愛いのはもちろん、聞いてみた時に歌ってる人それぞれなんか個性のある可愛い感じだったから、個性の出るいい感じにまとまるんじゃないかなっていうので決めた。なずちゃんこれ歌わんって言って誘って、で他さんにもポンポンポンと決めて、それぞれね個性ありつつもまとまってる感じにできたんじゃないかなと。ね、みんな可愛いよね。なんかすごい良かったっていうの作れたわ。良さ出せてるよね。すごい気に入ってる。動画師さんに歌詞割り全部出して、ここ2人で歌っててみたいな全部出して、分かりやすくね、動画の方でも誰が歌ってるか分かりやすく表現してもらったの。分かりやすくていいみたいなツイートしてんのを見てね、ちゃんと気づいてくれてるって思って、一回ね、間違えて提出してたりで、すみませんって言って、本当はここもう一人歌っててみたいな追加で作ってもらって、大変申し訳ございませんって言って。この5人って色がね綺麗に分かれてるから、並んだ時にすごい可愛いよねっていうのも考えて声かけて回った。いい色だよね。ツイッターでもアイドルみたいって言われてて、いろんな人に可愛いって言ってもらってた。よかった、嬉しい。ラムネちゃん歌うまいの知ってるから、もうすっごいうまい。なんか歌ってみた1曲ぐらいしか多分出してないんだけど、もうそんなもったいないぐらい歌うまいさ、ラムネちゃん。 3D の時も歌ってたやろ。もうすぐ読んだ、歌えませんかで、ラムネちゃんの歌詞割りも絶対ここラムネちゃんが歌ったらいい感じだって思って、にちゃにちゃしながらね歌詞割りしてた。なんか結構 V スポってね、歌が苦手っていう人でも全然歌上手なんだよね。頑張ったよ。グッズ欲しいまで言う人が出てきて嬉しかったわ。収録も本当にすごい終わって、スナが先にスタジオで撮ってくれて、で僕もその後スタジオで撮ってたんだけど、僕は僕でね、いやちょっと今のあざとく歌いすぎたかなとか言ってスタッフさんと相談しながらね。同じ日に集まってやるもんでもないよ別に。なんかいつでもいい、曲撮るのは。スタッフさんがこれめっちゃいいっすって言ったのを全部もう採用してもらってこだわってくれてます。収録も一瞬で終わっちゃった、楽しくて。私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。